ある晩のことです。ドアの向こうに何か気配を感じました。僕は一人暮らしで誰も泊まりに来ていないので僕一人しかいません。でもなぜかドアから気配を感じるのです。なんだか怖いなと思いながらも、僕はドアに近づき思いっきりドアを開けました。誰もいない。気のせいか。僕はほっとしてまたドアを閉め PC の前に座りました。その時でした。ガチャガチャガチャ、ドアから音が聞こえます。心臓はバクバクいっています。ドアを見るとドアノブが上下に激しく動いているのが見えました。さっきドアを開けた時は間違いなく誰もいなかったのです。僕は PC も電気もつけっぱなしで布団に潜り込みました。ガチャガチャとドアノブは激しく動いています。布団を頭からかぶり僕はじっとしていました。ガチャガチャとドアノブは動いています。様子を伺おうと布団から顔を出すと、 PC の画面には大きな女の人の顔が映っていました。その目は真っ黒でした。なんかやばいと思い僕はまた布団に潜り込みました。気を失ったのか、ただ単に眠ってしまったのか、そのまま浅い睡眠状態になっていたようで、目が覚めると夜中の3時を回っていました。僕はゆっくりと布団から出ます。 PC の電源は入ったままでした。ですがしばらく操作していなかったためか画面は真っ暗でした。それより怖かったのはつけっぱなしだった電気が消えていたことでした。電気の紐を引っ張り部屋の明かりをつけました。特に部屋には異常はありません。僕は恐る恐る PC に近づきます。ドキドキと心臓が高鳴ります。マウスを動かして PC の画面がついた時、またさっきの女の人の顔が出てきたら怖いからです。ですが電源を切るにも一旦は操作しなければいけません。強制終了という手もありますが、できれば避けたいもの。僕は勇気を出してマウスを動かしました。 PC にはミクシーの画面が映し出されました。ほっとしました。僕は PC の電源を落としお茶を飲もうとしました。そして固まりました。ドアが少し開いていて、さっき PC の画面に映っていた女の人がそこから僕を睨んでいたからです。そこで僕はまた気を失ってしまいました。その後も僕はこの部屋に住んでいますが、あの女の人を見たのはあれ以来ありません。もしかしたらあれは夢だったのかもしれないと思いたいのですが、どうも夢にしてはリアルなのです。またいつあの女の人を見てしまうのか。そもそもあの女の人は一体誰なのか、謎のままです。